ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、ってことでホテルロンドロゼいきます。どんな感じ？ちゃんとなんか景色とか何も見えんのかな別に。あ、瞬間的についた。お、風船？ポケモンに持たせるとポケモンが宙に浮く。攻撃を受けると割れてしまう。どういう効果があるんやろ。攻撃を受けんわけじゃないんやね。ん？入っていけるんかと思ったけど何もなかった。仕事も家も変えられる。だけど好きな選手と好きなポケモンは変えられない。おお、何かしら信念があるわけだね。すごい人の数。あ、前にも話したね、あなた。ここにも。ポケモンさんにホテルまで運んでもらいましたの。あ、なるほど、バンバドロが運んでくれるんや。さすがバンバドロ、何人乗っても大丈夫。稲葉の物置みたいですね。2人ぐらいしか行けそうな感じせんけどな、大きさ的に。あ、で、ポケモンタクシー？シュートシティ専門の空飛ぶタクシーさ、どこに行きたい？大丈夫。おーの、また声をかけてくれよ。了解です。お。でかい金の玉ゲット。やった。女の子が、そういうことを言うんじゃありません。もうこれより前はあれか。橋だね。橋というのはね、別のものと別のものをつなぐ友好のシンボルでもあるんだな。まあね、県と県の間とか、国と国の間とか。大きな観覧車でしょ。別名、ガラルの地獄車よ。え、怖そう。お姉ちゃん、嘘ばっか。嘘なんかい。え、嘘なの？マジで？本当ではなく？よし、それじゃあ、ホテルに行くか。ホテルの中、めっちゃこのホテルもでかいね。やばいね。中探索するだけでもすごい時間かかりそう。すごい試合を見るとさ、体にエネルギーがみなぎる。そういう試合ができるトレーナーはリスペクト。ホテルで働くポケモンさんも、試合で戦うポケモンさんも、どこかキリッとしてるのよね。何かしらこう、信念を持ってやってるんだろうね。おー、広い。ロビーが広い。どういうポケモンかと思った。あ、これ？なんか、剣みたいなポケモン。ドアマンの仕事は大変。たくさんの人が出入りしても間違いは許されません。ポケモンにも助けてもらっています。どういう風に助けようんやろ。見てみたい。いつも笑顔ですよ。足はむくんでますが。立ち仕事大変やね。ようこそ、ロンドロゼでございます。私どもは五つ星ホテルとして世界から愛されております。おー、自分たちで言っちゃう。プロのフロントですからね。言葉の通じないポケモンさんの相談にも乗りますよ。どういう感じ？雰囲気かな。絶対そうよね。じゃないと無理やろ。セレブも見ている試合ならば、みんなの興味も湧きますからね。マクロコスモスに誘われて試合を見に来ましたの。マクロコスモス？何それ？プロレスラーかなんか？何？人の名前よね。自家用ジェットの代わりに、ウォーグルでガラルに来るのは、さすがにくたびれちゃった。ウォーグルって何やろ？妻はあれこれ言っているが、ポケモンとの移動が好きなんだ。それはいいことだわ。え、これだけ？なんか外から見た感じ結構な広さあったけど。あ、これか、エレベーター。乗れるの？え、乗れない？まさかの、乗れないんですか？なんてことだ。こんな広いホテルのロビーしか行けないなんて。じゃあちょっと。今度はソロトプタクシーでシュートスタジアムの方まで行ってみよう。オッケー、行こうぞアーマーガー。おー、かっこいいね。オッケー、到着だ。また声をかけてくれよ。一瞬。あ、こっちにもポケモンセンターある。へー、二箇所あるんやね、一つの街に。それだけでかいのか。僕はね、スタジアムに行かないよ。選手として入るつもりだからね。選手として入るつもりだからスタジアムに行かないってどういうことやろ。よくわからない。世界中に誰もが同じ試合を見るんだ。そして世界中に誰でも同じ試合の話をするんだ。すごいね。みんなの記憶に刻まれるってご機嫌な名勝負だよな。そんな人に私もなりたい。関東の人、ガラルの人はよく並ぶよな。へえ、そうなんや。関東からも来てるのか。起きるまで天気はわからない。終わるまで勝ち負けもわからない。まあね。シュートスタジアムって家何軒分？まあ、家にもピンキリあるからな。かわいい。
カーディ、スタジアムまでかけっこする？こういう日常に当たり前にポケモンがおるっていいよね。僕たちは歩いてスタジアムに向かうけど、選手は勝ち上がってスタジアムに行くんだな。ああ、そういうことか。どんな試合になるのかワクワクしながら橋を渡り、試合良かったねとドキドキしながら橋を渡るの。要はさっきあの人が言った選手としてスタジアムに行くっていうのは、観光で来るんじゃなくって勝ち上がってスタジアムに入るっていうことかな。外の店で買ったものがいつもより美味しく感じるのは非日常というスパイスのおかげだと思うんです。あ、これチケットじゃなくって出店？そういうことか。普通のご飯を食べていて楽しい人がいいんだって。それはあれですか、その男女の好みのこと？自分らも試合見たいんで迷惑なんてかけないし。お、いいやん。エール団としての集大成見せてやるよ。あ、そっか、マリンも来とるんやっけ、ここに。お互い頑張らんとね。さっきまで喉は渇いてなかった。ジュースを見ると喉が渇いたよ。あるあるのやつ。ポケモンのお菓子、ポケモンのドリンクどうですか？選手ってすごすぎる。数万人のファンの前でミスしても気にせず戦う。心の強さが必要だもんな。確かに、あの場所に立つだけでも、心の強さは必要よね。今日の天気は試合にぴったり。どんな天気でも同じこと言うし、そもそもスタジアムに屋根あるけどね。確かに。リーグカード、レアが欲しいのに売り切れ。リーグカードにレアとかあるんか。ダンデのやつはあれか？ラメがついとったんやっけ？わからん。公式グッズです。リーグカードもあります。え、選手同士やったらね、なんか名刺みたいな感じで交換しよるのに、ああやって買っていくんや、ファンの人たち。すごい。もらえんのやね。ポケセンで待ち構えていれば、選手に会えるかもしれないし。出待ち。出待ちってめっちゃ嫌なやつやない？あ、でも芸能人じゃなかったら別に、あれなんか歓迎なんかな。わからん。キルクスタウンにいる親父から、流星群の技を習うぞ。そんな人おったんかな？あ、なんかおったような気もしなくもない。決勝戦は人が多くて、警備も大変だよ。自分も試合見たいのにさ。ああ、確かにそういうの大変そう。なんかコンサートとかそういうのでもそうやけど、警備員の人たちって、ね、あのお客さんの方向いとって、自分たち見えんよね。こういう試合もかな。子供の影響でダンデの応援を始めたんだ。おお。リザードの大番は他の大番と違うよ。そっか、ここでもダイマックスで戦わなければ。ダンデダンデ、偉大なチャンプ。ダンデダンデ、無敵のチャンプ。歌があるんすか。妹ってばずっと応援ソング歌ってるの。そういうのがあるんや。ようこそチャレンジャー。思う存分戦ってください。了解です。思う存分行きましょう。でっかいなぁ。おー、すごい。なんか、この中に、ボール街まであるんやけど。画像、あいつが残ったのか、めっちゃなんか注目されてる、怖い。あ、これマリーや。じゃあ、後から話しかけよう。わー、モンスターボールのお化け。お化け。ボールボール、ボール街。中に誰が入ってるの？実は、今まで出てきた人とかそういう。毎度おなじみ、僕、ボール街でボルよ。夢を持ってそうな君に、素敵なボールをあげちゃうボル。お、アイナはドリームボールを手に入れた。眠った状態のポケモンとかっていうことかな。眠り状態のポケモンが捕まえやすくなるちょっと変わったボール。あ、やっぱりドリームボールは眠ったポケモンを捕まえやすくなる夢のようなボールだボール。催眠術やあくびを使えるポケモンと試してみるボールよ。いやはや、ボールって本当に奥が深いボールね。でも普通のボールでもね、それは捕まえやすい気がするけど。アイナ選手、トーナメントは通過点。絶対に勝ち上がるのよ。頑張ります。ここに今映っとるのが選手たちってことかな。私は私は映ってないの？わからないんだけど。よく今回もチャンピオン連勝記録更新だろ。私だよ。そういうこと言わないで。アイナ選手はバランスはいいけどさ、逆に決め手に欠けるって感じ。本人いますけど、ここに。あ、ポッポもおるやん。気づかんかった。アユの選手だ。お、やばい、バレてる、バレてる。バレてるよ。どうもいよいよだね。厳しい地味チャレンジを勝ち抜いた私ら4人だけのセミファイナルトーナメントだよ。まあ、勝ち上がってチャンピオンと試合をするのは私だけどね。4人ってことは、まあ、2人2人で戦うわけやけん。
2回戦うってことか、ここでは。え、でもこれ5人おることない？そのボールガイを除いて。どれが私？エースバーン？私あんな影かな？わからん。受付だが？俺なんか1番でエントリーしちゃったぜ。マジか。1番。つまり1番のトレーナーってことだぞ。うわぁ、超注目されてる、怖い。アイナ様ですね。活躍は拝見しております。決まりですので、ジムバッジをチェックいたします。お前と大舞台で戦う準備がバッチリ整ったな。2回戦うってことは、ホップとマリーってことかな。でもビートはダメだったんだな。あいつならなんとかしそうなのに。心の中で絶対に、へって思っとるやろ。あんだけバカにされたし。まあいいや。それよりもさ、アイナ、控え室に行こうぜ。ジムチャレンジを突破したジムチャレンジャーたちによるセミファイナルトレトーナメントです。準備が整いましたらスタジアムのコートへどうぞ。すごい。こんな感じなんや。これは人間が体を鍛えてもあんまり意味ない気がするけど。ポケモンバトルなのに。こっちは何？こちら入れるのは関係者のみでございます。私は関係者ではないのか。違うんですか。確実に関係者やと思うけど。あ、外に出ていけるんや。なるほど。あれ、服まで元に戻っている。で、こっちに来ると瞬時に着替えるんやね。なるほど。これが今のスタジアムの様子。ひえ、人がいっぱい。セミファイナルトーナメントですね。ジムチャレンジを突破したたった4人のうち勝ち残るのは誰なのか、私も気になります。あ、準備が整いましたらコートにお迎えください。ここから一人に絞られるってこと？うわー、怖いー。頑張っていこう。いけるかな。連続で2回勝負かな。どうなんだろう。最初は誰ですか、私の相手。おー、マリーや。マジかー。そこかー。ってことはここでもうすでにどっちかが消えるわけか。あんたならジムバッジを集め、ここに立つと分かっとったよ。兄貴のこととか、スパイクダウンを盛り上げるとか、いろいろあるけど、結局私自身がチャンピオンになりたか。だからあんたのチーム、気持ちよくおねんねさせちゃう。お。私だって頑張りますよ。やっぱここでもあれよね、ダイマックスよね。ポケモントレーナーのマリーが勝負を仕掛けてきた。よし、頑張ってこう。レパル出すか。ってことは何系だ。鋼？フェアリー？なんかその辺じゃなかったっけ。チャンピオンになるためにあんたをコロッてやっちゃうね。かわいいな、相変わらず。かわいいな。あ、格闘でいけるのか。ってことはここをダイマックスでいっとく。で、ダイナックルド。おっしゃ、いくぜー。あれ、私回復させてこんかったんかな。めっちゃ回復させたつもりやったけど、え、誰か死んでたりする、もしや。大丈夫か、そこは。よし、とりあえずまあ頑張っていくしかないね。3ターンでなんとか。ダイナックル、どれも効果抜群やったし大丈夫やろ。オッケーオッケー。まあ、その前にね、でもうレベル90やし、あかなげ。はい、一発プチッといった。プチッと。一応全員生きとるね。大丈夫、このまんまいきます。ツルズキンもアクタイプやろ。あ、格闘も入っとんかな、ここは。ということは、あ、いや全然大丈夫や、いける、効果抜群。ダイナックル、おお、いいぞいいぞいいぞ。何匹持ってるの、そういえば。もしかして6匹？ここまで来るぐらいやけん、そうかな、やっぱり。お、エースバーンレベル71。ドクロック。よし、このまま行きます。さっきのこの進化系やろ。ここも多分効果抜群のはず。あれ、違う！今一つや、マジで。まあ、ダイナックル。あれ、じゃあどれ使っても一緒なんかな。一応元の技によって違うんかな、わからんけど。
よし、バシバシバシっと来たよ。さあ次は誰だ。モルペコ、このまま行こう。もう戻るんじゃない、私。はい、来た、戻った。向こうは多分後半でダイマックスやってくるけんね。まあただ効果抜群やけん大丈夫でしょう。おお、怒らせてさらに当てみ投げ。よし、多分より一層こう、こっちの攻撃力がねはい、最後オーロンゲってなんだ、誰だ。みんなのエールがあるみたい。絶対に、絶対に勝つもんね。まあ、エール弾がついてるけんね、マリーには。どの辺におるんか知らんけど。おお、初めて見る。あ、これあの前のちっちゃい子が進化したんや。へえ、当てみな。ああ、なるほどね、山嵐でいいよ。兄貴が使わなくても勝利のために巨大マックス。まあ使わなくてもっていうか使えんねやろ、あの場所かわいそうに。ひえー、めっちゃ怖いやん。人型のポケモンってめっちゃ怖いね、ダイマックスしたら。ひえー、形もちょっと変わったんかな、どうなんやろ。しかし一発なんか逆にちょっとかわいそうなんやけど大丈夫、せっかくでかくなったのに一発でやられて。はい、勝利、イエイ。大丈夫、拗ねた。負けちゃったけど、あんたたちのいいところたくさん分かったよ。もう認めてくれた、ありがとう。この子はなんかね、普通にいい子やね。スタジアムのみんなが私たちを見ていた。私はポケモンへの応援しっかり聞こえとった。嬉しか、負けたけど見ていたみんなを熱狂させたんだ。なんかよかね。誰がチャンピオンに挑むのか、兄貴たちと一緒に客席から確かめるとするね。あんたの応援をするかどうか決めとらんけど、じゃあね。 お兄さん客席にいるんすか。はいな。お、決勝で待ってるんだぞ。お前の試合を見て 1000% 勝つしかない。そんな感じで俺のチームはバチバチ燃え上がったぞ。あ、これから試合。お、頑張ってこいよ。まあ、多分勝つんやろうけどね失礼いたします。もうインタビュアーが今戻られたばかりのところ、誠に申し訳ないんですが、試合が終わりましたので、ホップ選手の足尾です。準備ができましたらバトルコートにお迎えください。お、なるほど。まもなくセミファイナルトーナメント決勝戦です。戦うのはアイラ選手とホップ選手、共にチャンピオンが推薦したトレーナーです。そっか、二人ともよね。テレビマクロのカメラマンです。撮影中ですので。はぁ、選手だぞ私は待って、体力的にはどんな感じ。あ、あれはなんか満タンになっとる。マジか、そういう感じ。じゃあ行きます。私セミファイナルトーナメント、いよいよ決勝ですね。チャンピオンが推薦なされた二人で戦うとは。準備が整いましたらコートに迎えください。頑張って行ってきます。ホップの圧勝か、相手誰やったんやろ、気になるえ、だって4人おって、そのうち3人分かっとるけど1人だけ分からんねえけど、誰ですか。ビートがおったらビートやったんやろうけどね。1人だけ全く見ず知らずの方が。ハローンタウンでのことだ、ふと頭によぎったんだ。兄貴からポケモンもらった。お前と共にここに立つとはな。ふるさとハロンタウンって言うんやっけ、全然印象に残ってないやあの日の約束を果たす。いいか、勝つのは俺だぞ。いいえ、私です、残念ながら。よし、頑張っていくか。うー、ついに来たね、トーナメント決勝戦。ポケモントレーナーのホップが勝負を仕掛けてきた。今までの勝負とは訳が違うよ。お、バイウール、ここは格闘でいけるかな。イエロニアで戦っていたのがスタジアムで試合なんて燃えるぞ。確かに。お、全部効果抜群や。ダイマックス行こう。ダイナックル、
いや、大バーンか。よっしゃ、こーい。早速のダイマックス。最初からなんかダイマックスしてたら相手ちっこいけんさ、弱い者いじめみたいよね、なんか。やばいよね。あ、ダイナックルで合っとったわ。はい、パー、次のポケモンは誰だい？お前なら効果抜群を狙ってくれって分かってるからな。そういう戦い方をしてきたからね。いいえ、レベル差でのゴリ押しばかりです。よし、来い、次。アーマーガー、このまんま行く。アーマーガーもあれじゃない、効果抜群になるの。違う、ちっちゃ。ちっちゃ、マジであんなちっちゃい相手に緊張、どういうこと。よし、ダイナックル、もうひたすらダイナックルしかないね、最初は。はい、オッケー。効果抜群ではなかったけれど、最初の3ターンはもうダイナックル、ダイナックル、ダイナックルで頑張っていこう。お、ツボツボレベル54、ホルードレベル53、怒りの前歯、怒りの前歯といえばコラッタとかラッタじゃない？鋭い前歯で激しく噛みついて攻撃する。相手のヒットポイントは半分になる。とりあえず突進忘れさせよっか。はい、これで突進忘れて新しく怒りの前歯。いいね。カビゴン、このまんま行きます。カビゴン多分ノーマルタイプやけん格闘でいいんじゃないの。どうよどうよ、ほら、よし、このダイナックルで3ターン終了や。次のポケモン来い。あと2体かな。お、ペロッパフレベル56、バッチンユニ。バッチンユニは水、ペロッパフでいくか。レベルも上がったところやし。よし、赤なぎはとりあえず、まあどっちにしろちっこくなる予定やっけん。いっけー、ペロッパフ、ちっちゃく可愛くなったね。バチングに私捕まえてなかったんかな。ん、微妙だぞ。どういうことだ。ホルードがいいのか。じゃあちょっとホルードに入れ替えよ。地面が効くの？ってことは相手は水ではないのか。何系？まあ、ホルードもレベル上がったところやし。お、効果がない。なるほど。よし、自信で。いけー、大地を許す、揺らすんだ。はい、一発、嬉しい。嬉しい。あのモコモコの腹巻きみたいなの絶対あったかいよね。いいな、冬場とか。お、ゴリランダ、これはエースバーンで行くべきやね。そしてちょっと新しく覚えた技を使いたい。究極技教えてもらった。ピンチ？違う違う、ここから俺が勝つのが最高なんだよ。まあ、勝つんならね。勝つんなら確かにそれが最高だと思うよ。ここでブラストバーンやね。願い星に込めた思い、今解き放つぞ。ダイマックス。お、ダイマックス来た。おお、怖い。太鼓まで、太鼓まで大きさが変わる。さしかし、ここで一発でやっつけてやろう。ブラストバーン、そういう感じの技なんや。あっという間やね。特にモーションとかあんまないんや。イエーイ。なんかすげえ疲れ果てとるけど、どうした。はい、な、サンキューな。お前がいてくれてよかったぞ。
もう吹っ切れたんかな。ジムチャレンジをクリアしたポケモントレーナーたちによるセミファイナルトーナメント、勝ったのはアユナ。イエーイ。ソニアから英雄になれるかもとか言われても正直ピンときてなかったけど、お前ならなんだかとんでもないことをするかもな。おめでとうだぞ、アユナに嘆きたち。おお、これで決勝も通過。やったね。今度から客席に回るの。そんなポーズ決めてなくていいよ。アイナ、感動した。正直に言えば気づくと涙がこぼれていた。同じ街から旅立ち、最高のメンバーを揃え、お互いに全てをぶつけ合う。勝ちたい気持ち、負けたくない思いを込めた技。あらゆる要素において純粋な試合だった。君たちに推薦状を渡すのを迷っていたトレーナーがいたとはな。それは兄貴だぞ。だからこそ、俺は俺自身とチームメンバー全ての力をチャレンジャーにぶつける。俺の前に立つチャレンジャーがアユナ。君であることを心から願うぜ。お？まだ決まってないのか。まだこの先があるの。そうだぜアユナ。大事なのはこっからだもんな。とりあえずホテルで体を休めたいぞ。その前にエネルギー補給だ。何か食いに行くとしよう。お、おごりか。いいけど、兄貴味にこだわらないからな。せっかくだからうまいもん頼むぜ。シュートスタジアムのコートに向かいましょう。ここであれか、ジムチャレンジをクリアしたチャレンジャーが一人選出されて、で、そこからさらに、なんか試合がいっぱいあるってことかな。アイナ選手、アイナ選手ってば、ちょっと質問いいですか？チャンピオンダンデさんが推薦なされたのは、アイナさんとホップさんです。ライバルと言えるホップ選手に勝った気持ちを教えてください。嬉しい、もちろん。なるほど。では、ホップ選手に声をかけるとしたら、ね、すぐ隣におるけんね、かけるとしたらって言われても。さすがライバル。なるほど、ライバルですね。ズバリ、ファイナルトーナメントに勝ち抜く自信はあります？受け答えめっちゃ適当やん、この人。あります。もういいだろ、あゆなはくたびれてるの。それにちょいちょい失礼な質問しちゃってるぞ。俺たちさ、兄貴と約束があるんだぞ。悪いけど終わりにしてくれない？ボディーガードやな、なんか。わかりましたよ。ニュースターの誕生、期待してますからね。ずっとついてくるのか、あの人たち。ふん、有名人って大変だな。兄貴早く来いよ。もう俺腹ペコだぞ。一緒に来たんじゃないのか。どこで食べるの？このホテル内ってこと？数時間後めっちゃ待たされるやん。遅い。おかしい。どんな約束も守る兄貴だ。チャンピオンになったのも俺との約束だったんだぞ。飯の時間を守るぐらい全然余裕だよな。道に迷ったとかじゃなく。お？ノイジーな野郎ですね。それだけ騒げるなら試合でもっと全力を出せたよね。悪そうな顔と格好でまともなこと言わないでよ。確かに。ネズさん、こっちは真面目なの。見た目で判断してるんじゃ、お前が勝てないのも納得です。この敬語なのにお前っていう。大体チャンピオンならローズタワーに行きましたよ。ローズタワー？さあ、よくわかりませんが、モノレール乗り場で会いましたよ。ローズタワーに行くため約束の時間に遅れること、あなたたちに伝えてほしいと。てかみんな何なの？この世界にスマホとかはないの？ローズタワー？今更なんかあるのか？ネズさん、ついでだからローズタワーに案内してよ。俺もアイナもローズタワーの場所知らないし。あの観覧車のとこかな？やれやれ、一言で言うと人使いの荒い兄弟です。まあ、確かにな、お兄さんから頼まれ事できて今度は弟。そうですね。ファイナルトーナメントが始まらないと俺も困りますし。何より俺に勝利した君たちは嫌いじゃないですしね。わかりました。エール団みんなで遊びに行くとしましょうか。それはちょっとなんか。イエイ、ネズさん最高。みんなでガンガン行っちゃうぞ。騒がしくない？まあ、迷惑かけないならいいんだけども。ローズタワーか。そこに次は向かうわけですね。行きましょう。どうも。おお。アイナとの激しい試合でいろいろくたびれ通ったのに。エール団はアイナを応援すると決めたのですよ。マジで対象がこっちに移った。一緒に手伝ってください。モルペコかわいい。
美しい兄弟愛ですが必要はありません。ん？オリーブさん？ローズ委員長はチャンピオンと大事な大事な打ち合わせの最中、誰にも邪魔をさせるわけにはいきません。え、何邪魔って。もっともローズタワーには関係者しか行きません。だってモノレールでローズタワーに行くにはキーがいりますもの。つまりローズ委員長がいらっしゃるローズタワーには誰も行けないのです。お腹すいたんですけど。キーは私が選んだリーグスタッフに渡しておきます。だってローズ委員長ちょっとした遊びが好きですもの。普通のリーグスタッフと私のリーグスタッフ、あなた方に見分けられるかしら。お？何、ミニゲームですか。私を探し出せますか。知らんやん。ちょっとどうするの。いわゆるピンチですね。ですが大丈夫です。あいなよ、俺たちエール団のエールで助けてやりますよ。エールでわかるんすか、リーグスタッフが。最高じゃん。俺はスタジアム前を探すぞ。お、手分けして。とりあえずですね、広場まで一緒に行くとしますか。お、オッケー。ではみんなで力を合わせてローズタワーに行くとしますかね。ローズタワーに行くのが大変そうだな。オリーブのリーグスタッフ、そうですね、悪いリーグスタッフを見つけ出すとしましょうか。悪いリーグスタッフは微妙なサングラスをかけていましたよね。そんな細かいとこ注目して見てない。どういうサングラスなんだ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でも街中での絵ってさ、めっちゃ引きの絵やし、結局話しかけんとわからんよね。どう違うんやろ。一人だけ違うんかな。じゃあ二人話しかけた時点でこの二人一緒ってなったらわかるのかな。